はい、どうも神仏応援団流です。今日はですね、御朱印をこういくつかご紹介したいと思います。ハレルヤ。はい、ということで今日はですね、御朱印をいくつか紹介したいと思うんですけども、一般的な御朱印は皆さんよく見られたことあると思うんですけど、最近はですね、神社さんだったりお寺さんだったりで、結構ですね、綺麗な御朱印といいますか、がもう出されているところはですね、結構あるなというふうに感じるんですね。で、見てても美しいので、ちょっと書いていただこうかなっていうような感じでいただいてきたりするんですけども、それをですね、最近といいますか、回った神社やお寺の中で、彩りのあるですね、御朱印をいくつか、ご紹介したいと思います。で、またね、こういうのをきっかけに、素敵な御朱印だなと。で、御朱印が目的じゃないんですけども、一応それをですね、一つのきっかけにして、じゃあここの神社さんにお参りに行ってみようとか、ここのお寺さんにお参りに行ってみようというふうにですね、何かのきっかけにしていただければいいかなと思います。なんでご紹介するのはですね、僕が行ったところになりますので、場所とかも時期とかも結構バラバラなんですけども、いくつか、紹介したいと思います。はい、でまずは、こちら二宇津姫神社さんですね。これは和歌山県ですね。はい、で、二宇津姫神社さんの御朱印は、ほい、こんな感じですね。空海さんをですね、導いた仙人みたいな人がいまして、その仙人と一緒にいたのが、白と黒の、ワンちゃんだということで、それをですね、物語をですね、再現しているといいますかね。はい、こちらも綺麗な御朱印かなと思います。はい、こちらが二宇津姫神社さん。そして、こちら伊豆のですね、イコナ姫の御事神社さん。かっこいいんですよ、この竜がですね、描かれてるんですよね。で、全体的にこう青い感じでブルーでね、基本的には白ベースにですね、墨で描かれてるっていうのが一般的だと思うんで、そもそもベースが青で、竜っていうのはね、なかなか珍しいんじゃないかなというふうに思います。はい、そして、椿神社さん。はい。これは逆にこのピンクベースで字がですね、金色なんですよね。はい。これも綺麗な腰ですよね。はい。どんどんいきます。で、そしてこれが、静岡だね。静岡です。はい。修善寺ですね。はい、でここもですね、奥の院がですね、少し離れたところにあるんですけども、ここの、修善寺のですね、奥の院なんかもすごく趣があってですね、いい感じです。そしてここの修善寺はですね、お寺で珍しくですね、宗派がですね、歴史とともに結構変わったお寺さんなんですよ。なんで、いろんなですね、宗派の、歴史を持ったお寺さんって非常に珍しいので、行ってですね、この時は真言宗だったのか、この時は違う宗だったのかみたいな感じで見てもですね、なかなかそのお寺さんの、いろんな顔が見えると言いますか、いいと思いますので、ぜひですね、修善寺さんも行ってみられたらいかがでしょうか。はい、そしてどんどん行きましょう。あとはですね、これがクスノキですね。これも静岡ですね。ちょっと手が光ってます。これちょっと細いんです。この方いらっしゃらなかったんで、こんな感じですね。はい。天地神社と読むのか、雨土神社というのか、読み方ちょっとわかりませんけども、静岡のね、お寺さんです。はい。ちょっとね、このサイズ感が細いんですよ。はい。そして、次が、こちらも静岡ですね。西伊豆の方になります。これ旧式で言うと、もろき神社さんっていうんですね。もろきっていうんですね。もろくちとか言って。はい。
あります。ここからですね、富士山が見えるんですよ、海から。ですごくですね、富士山の存在感を感じられる、場所に立っています。はい、なんでぜひここまで行ってみたらいいんじゃないかなと。はい、そして、最後ですね、これも伊豆ですね、静岡県の伊豆の伊豆山神社ですね。はい、で後ろにブルーとピンクの、ね、人があしらわれてますけども、ここにですね、伊豆山神社の伝説があるんですね。これどなたをあれにしてあるのかわからないんですけど、まあ、可能性としては、まあ、初月姫、とそのご主人、もしくは日星月星っていう妖精がいるんですけど、それだったり、まあ、それだったら竜なのかな、はい、っていう、まあ、伝説がありまして、そこからですね、この伊豆山神社というか、まあ、伊豆山お山ですね、お山から始まってたりします。はい、なので伊豆という歴史をですね、ちょっと感じてみようって時はですね、伊豆山神社いいかもしれません。はい、ということで、今回は以上になります。またですね、御朱印、いろいろ見つけましたらですね、またご紹介したいと思いますので、まだこうきっかけにですね、ぜひいろんな神社さん、お寺さん行ってみられてはいかがでしょうか。はい、ということで神仏応援団龍でした。今 LINE で友達登録キャンペーンをやっております。あなたの友達登録お待ちしてます。